こんにちは、リアルスタイル川田です。森プロの第4弾 DVD 永久不変のゴルフ理論を連日紹介させていただいてますが、今回はリアルスタイルにお問い合わせいただいた内容からご質問に答える形で内容を紹介していきたいと思います。よく森プロは DVD の中でアイアンを中心にゴルフクラブの使い方と体の使い方両方説明していますが、やはり多い問い合わせとしましては、ドライバーであったりユーティリティというようなアイアンより長いクラブの扱い方をどうすればいいのかという問い合わせをよくいただきます。基本的にはアイアン、ドライバー、クラブの構造は同じです。ですのでクラブの扱い方、それに対する体の扱い方は基本的に同じと考えてください。今回は内容ではなく、僕自身がアプローチショット7番アイアン、ドライバーショットを実際に打ってきました。ハーフショットでごまかしたりせずに、ちょっと振りかぶり気味のフルスイングで打ってきてますので、ぜひちょっと体の使い方を中心にご覧ください。いかがだったでしょうか。基本的にクラブを効率的に使うというフェースローテーションが入るので、クラブの扱い方は同じです。それに対する体の使い方も同じになってきます。ですが今回第4弾の DVD ではドライバーに関して内容を紹介しています。実際にモデルさんがドライバーを打つことで、ドライバーの時に出やすいミス、ドライバーやユーティリティ、長いクラブを持った時に陥りやすいミスの思考という形で紹介していますので、今まで以上にクラブの使い方に対する考え方が身につくはずです。ミスを減らせば必ずスコアは上がってきます。今回の DVD も参考にして、ぜひゴルフを楽しんでみてください。新作の発売は11月16日。水曜日からです。よろしくお願いします。